皆さん、なんと、僕が寝込んでる時にですね、スプラトゥーン、新しいシーズンのですね、情報が、てかなんかもう、夏?スプラトゥーン3夏の、情報が出てまして、そちらを、今から見ていきたいと思います。俺は寝てたので、まだ、見てないです。今から、見ていきたいと思います。よかったら一緒に見ていきましょう。はい。ちょっと最近体調を崩して、喉もね、今本調子じゃないんですけど、お、これ新しいステージだよね?あ、ショッピングモールじゃない?アロワナモールの中か?違う、もっと綺麗だ。あれ?これ新捨てだろ?かわいい、何?新しい元だ。なんだこのダンス。あー、すごい。タラポート?ショッピングパーク?新しいステージだぞ。待って、なんだこの武器は?なんか、ノーチラスみたいな武器。フィンセント?笛系の武器か。あ、でもちょっとワイパーっぽい。かっこいい、かっこいい。なんだそれは ?S ブラスト92。え、ブラスター?あ、ブラスターじゃん。え、ブラスターやん、これ。あんまブレてないかもね。おぉ。おぉ、ワンパン?なんだ?あ、こんにちは。おぉ、シャケ!筋子ジャンクション、あと。ジャンクションってことは、高速道路の跡地だったってことか。え、新しいシャケ、待って、ナーバトラーも新しいこと出てますよ。フィンセントやら。他にもなんかいろんな武器あったぞ。これ情報、なんて。止めればよかったかな。カタログも増えました。あ、昆布、昆布?ニューステージって書いてあるけど、これはスプラトゥーンにもありましたね、コンボトラック。ごめん、マジで喉、治りかけなので。え、イベントマッチ。何イベントマッチ。何ウルシャラ祭りって。ちょっと、は?え、あた、イベントすぎない?ハイジャンプって何や。え、めっちゃ飛んでる。かわいい。あ、やられちゃった。ハイジャンプバトル。イベントってなんかあれなんだね。新しいイベントをみんなでできるイベントなのかな。昔のイベントマッチとちょっと変わった感じだ。6月1日だって。楽しみだ。